あの金髪メガネ、もう許せねえ。クロード様がどうかしたのか。どうもこうもねえよ。最近ずっとクロードのやつに見張られてるんだよ。天井を見上げればやつがいるし、学校に行くときも。遊びに行くときも、体育の着替えのときだって、あんなストーカーみたいに張り付かれてたらさすがに息が詰まっちまうよ。お前からも何とか言ってくれ。さすがにやりすぎだって。すまん。だがクロード様はお嬢が心配なのだ。許せとは言わないが理解してあげてほしい。貴様には冷たいかもしれないが、ああ見えて優しい方なんだぞ。あの野郎が？俺にはそうは見えねえけどな。無理もない。 B ハイブでもトップクラスの戦闘力と交渉術を併せ持つ屈指の実力者だ。多少接しただけではただ恐ろしい人に見えるかもな。いや、そういう風にも見えねえんだけど。だがボスと同じく部下や子供には優しくてな。私もクロード様に拾われて以来、厳しくも丁寧な指導をしていただいたよ。へえ。お前ってやっぱりクロードのことを尊敬してるんだな。私を鍛え上げお嬢と出会わせてくれた恩人だからな。尊敬なんて言葉で表せるものではない。鈍感で過保護なところもあるかもしれないが、それでも私にとっては父親のように大切な人だ。だからあまり悪く言わないでやってくれ。ああ、そう言われると俺も言い過ぎた気がしてきたぜ。今の言葉を聞いたらクロードのやつ泣いちまうんじゃねえの？クロード様がこの程度のことで感情的になるものか。それにこういうことは気恥ずかしくてクロード様を前にしては言えないからな。だから貴様もこのことは言うなよ。内緒にしてくれ。まあ、分かった。何？天井から水？漏水かしら？って。聖四郎、お前そこまで私のことを立派な男に育ってくれたな、聖四郎。何してんのよ、あんた。なあ、つぐみってアメリカではどんなことしてたんだ？日本へ来る前のことか？そういえば、つぐみさんの昔話ってあんまり聞いたことないよね。謎だらけですわよね。興味深いです。そんなに大したことはしてませんよ。それにあまり気持ちのいい話でもありませんし。なんか口が重いね。桐崎さんは知ってるんでしょ、聖四郎ちゃんのあんなことやこんなこと。貴様はいちいち言い方が腹立たしいな。実は私もそんなに詳しくは知らないのよね。パパもクロードも仕事のことはあんまり私には教えてくれないし。そうなるとますます怪しいですわね。実は向こうに仲のいい男性がいたりして。そんなやついるわけないだろうが。あ、でもつぐみって実はうちの連中からも結構人気あるのよ。お嬢まで。だって一人で組織を壊滅できる凄腕だし、この年で何件もの仕事をこなしてきてるんだもん。敵から見ればまさに最強の刺客ってわけで、つぐみの名前が出るだけで降参する勢力だってあったらしいわよ。へえ、そりゃまたすごいな。へへ
でしょ。そのせいか若い人たちからは兄貴って呼ばれて尊敬されてるんだから。え、兄貴？おい、それはなんつうかベクトルが違うんじゃねえか。え、そう？明らかにその道の人たちから尊敬されてるだけだよね。異性の香りが全くしないよ。ちなみにどうして兄貴なんですか？映画ですとよく姉さんとか姉子とか呼びますよね。それはそのクロード様と同じくみんな鈍感でして、いまだに私を男だと。え、それはまた何とも言えないね。よくそんな鈍い連中ばかりでやってこられたな、ビーハイブは。ない、ない、ここにもない。そっちはどうだ、リュウ。こっちにもないですね、坊ちゃん。ああ、俺の財布はどこに行ったんだ。このまま財布が見つからねえと今月残りの食事がもやしになんぞ。それだけは勘弁してください。こんな忙しい時に誰だよ。もう忙しい時に来て悪かったな、つぐみ。貴様の声は外にまで響いていたぞ、迷惑なやつめ。悪い、ちょっと焦っちまって。これを落としたからだろ。ああ、俺の財布。学校の下駄箱に落ちていたぞ。こんな大事なものを落とすとはたるんでる証拠だ。サンキューつぐみ、恩に切るぜ。まあとにかく見つかってよかったな。なあ、まさかお前が持ってきてくれるとは思わなかったけど、ほんと助かった。別に私は貴様がどうなろうと構わないのだが、貴様が落ち込んでいるとお嬢が悲しむからな。ただそれだけの話だ。いや、それでも嬉しいぜ。学校で渡してくれてもいいのに、わざわざうちまで届けに来てくれたし。用事で近くまで来たからそのついでだ。そうじゃなければ誰がここまで来るものか。じゃあ私は帰る。もう落とすなよ。おう、また学校でな。いいやつだな、つぐみ。今日ほど感謝した日はねえぜ。でもこの辺に何の用だったんだ。もうおはよう。突然ですけど、ちょっと心理テストをしませんか。ほんとずいぶん突然だな。まあいいけど。ありがとうございます。ではあなたは丘の上にある白い家の前に立っています。白い家には大きな窓があり、中には幸せそうな夫婦と子供が二人います。さて、窓から見えるカーテンの色は何色でしょう。それ聞いて何がわかるんだ。いいですから、直感でお答えになってください。カーテン、カーテンか。丘の上で家は白いんだろ。色合いを考えると薄い緑とか。なるほどなるほど、わかりました。参考にいたしますね。え、あ、おう。で、意味するところは何なんだ。え、心理テストなんだろこれ。そうでしたわね。内緒です。なんだよそれ。